ライ活フォトオンステージ始まりそうだわ。フォト活のお時間だぜ。5月10日から始まりました小悪魔コレクション、ね、ドロップ報酬型のイベントでございます。というわけで、難易度が高ければ高いほど、そしてスコアが高ければ高いほど、ドロップ報酬が出る確率が高くなります。今回のドロップ報酬はこちら、これだ。はい、レアのココネちゃん、そしてスーパーレアのまどかちゃんとゆりか様ね。で、もうココネちゃんは出てます。ココネちゃんはもう持ってます。で、ゆりか様とまどかちゃんは持ってないです。で、このまどかちゃん今月末に開催されるメドレーイベントのピックアップフォトになっていますので、ここでしっかりゲットしておきたい、そんな心情心持ち。はい、というわけで、ツイッターでね、今回もリクエストを受け付けました。リクエストいただいた曲はこちらです。あ、スタートラインじゃないよ、こちらです。ハローハロー、はい、こちら伝説級に挑戦していきましょう。アイドルユニットの指定は特になかったので、僕が勝手にユニットを組みました。はい、こちらね、いつぞやの、あれだ、エイプリルフールの時のガチャじゃない、お出かけで出た、いちごちゃん、ロリミヤちごちゃんと、まあ、ロリアオイちゃんと、まあ、ロリキランちゃんね。この3人をポンポンポンと入れて、ピックアップフォトのいちごちゃん。ね、プラス 70% で、ピックアップフォトのリサちゃん、これ 20%、 ピックアップフォトのアカリちゃん、これ 25%、 だから 105% ピックアップボーナスがついていると。いきましょう。さあ、僕のこの指さばきをね見て、腕毛剃ってやるから。ちなみに次回のメドレーイベントは葵ちゃんのイベントなんじゃないみたいな噂が出てる。なんかいけない警視総監の話だったよな。ああ、来た。このフォト使うの初めてなんだよね、この3人。行くぞ。いいの？その調子。ナイスコンボ。いい感じだね。ちょっともう曲忘れた。先々月ぐらいのメドレーの曲だったんだけど、もう譜面忘れてるわ。カタカタしてるよ。バッチリだろ。トライアングルさん、可愛い。わーかわいい。最後にありがとう。トライアングルサニーライトいただきました。トライアングルロリーライトをいただきました。言いたかっただけです。さあ、スコアメダルが S メダル取れた。さあ、ここからです。さあ、イベント報酬が、ここからね。ここから、イベントドロップ報酬が、来た、まどかちゃん来た。よっしゃー、よっしゃ、来
た、やったね。ありがてえ、ありがてえ。はい、というわけで、ドロップ報酬型、コアクマコレクション。ハローハローの伝説級をクリアして、まどかちゃんを手に入れることができました。まだまだリクエスト募集してるんでね、ツイッターでリクエストください。曲のリクエストと、あと、ユニット入れてほしいアイドルなんかのね、リクエストも受け付けてるんで、それじゃあまた次回。バイバイ。